飯村豊は、日本の外交官。元中フランス大使兼中アンドラ大使兼、中モナコ大使。東京都世田谷区出身。東京教育大学附属駒場高等学校を経て、東京大学教養学部に入学。1968年、外交官試験に合格。大学を4レンジで中退し、1969年に外務省入省。同期に、谷内翔太郎。 田中ひとし、遠藤乙彦、重家俊則、小町教授、堀村隆彦、松井康夫、高橋恒和などがいる。フランスで在外研修を受けた、いわゆるフレンチスクール出身、大和局審議官、経済協力局長等を歴任。2001年1月1日、読売新聞が一面で外務省の機密非流用疑惑を報道。同月、同省職員の松尾勝都氏が、 業務上横領容疑で告発され、懲戒免職。続いて2月3日、外務省大臣官房長の安倍智之が過労で入院。2月16日、飯村は安倍の公認として同官房長に就任。外務省機密非流用事件の調査、対応に当たった。松尾は3月11日に詐欺罪で逮捕され、幹部たちは研究処分などを受けた。 同年4月26日、小泉内閣が成立。外省に就任した田中牧子は就任後の記者会見で、外務省は福間伝、再処分が必要と述べ、幹部の後期粛清を予告した。5月1日、飯村は田中に面談を申し込み、幹部人事は官邸の了承を得る必要があることと、一時不入りの原則に基づいて、 松尾事件の再処分は考えられないことの2点を伝えた。田中は上村司秘書官にブラックリストを持ってらっしゃいと命じ、松尾事件の処分者リストを手元に取り寄せ、歴代時間、官房長の名前の横に解任の文字を書き込んでいった。飯村が大臣、法律にのっとっておやりになる必要がありますと述べると、田中は出て行けと一括した。飯村は、 大臣室への立ち入りを禁止される。外務省幹部は田中外相との対決派という和派に割れた。対決派だった飯村は後に最大の焦点は次官の公認を外相に直言できる人にできるかだった。首相官邸の決断で何とか実現したと明かしている。川島博次官の公認は外務審議官の野上義次がつくことが決まる。8月10日。 秘密費流用事件当時の次官であった、斎藤邦彦国彦国際協力事業団総裁、林貞行中栄大使、柳井俊治中米大使、川島雄次官と共に、官房を更迭された。官房付となった飯村はこの日の事例交付式を欠席。携帯電話の電源を切って連絡も拒み、最後の抵抗を見せた。これに対し田中は怒りをにじませ、9月1日。 外務省は、飯村を、改革担当の官房審議官に2段階、降格させる人事を発令した。一連の騒動の後、さらに田中も2002年1月30日に外省を、更迭された。同年6月、飯村は、外務省から記録を残すように言われ、官房勤務雑貫と題した21ページにわたる文書を作成。同文書は、 田中薪子事件を教訓として活かすために、歴代外務次官などの間で受け継がれることとなった。同年、中インドネシア大使に転出。中インドネシア大使在任期間の一部は、中東ティモール大使も兼任していた。2006年に中中国市への就任が予定されたが、結局中フランス市に転任した。インドネシア在任中は、特に、 インドネシア政府と自由アチェ運動の間の和平達成に尽力し、2003年には東京においてアチェ和平支援国際会議を実現、2005年の和平合意に向けたモメンタムを作ったと評価されている。2004年7月には北朝鮮拉致被害者である蘇我瞳さんとジェンキンスさん家族の再会が北朝鮮との国交があるインドネシアの首都ジャカルタで行われ、 飯村は、一家の日本帰国の実現に尽力した。2004年12月のスマトラ沖地震の際には、日本は、被災地アチェに対し大規模な災害支援を行い、飯村は、日本の支援活動の現地における指揮を取った。フランス勤務中の2008年には、日仏外交関係充立150周年記念の諸行事が行われ、日仏官民の協力のもと700件以上の文化、 学術等のイベントを実現し、日仏間の相互理解の促進に努めた。2009年7月14日退職。同月中東地域及び欧州地域に関連する諸問題に関し、関係国政府等と交渉するための日本政府代表に就任。2014年退任中東担当政府、代表在任中は日本が主導するパレスチナ開発のための東。 アジア協力促進会合の第一回閣僚会議を2013年2月に開催した。同会議では東アジア諸国が協力してパレスチナの経済、社会発展に貢献し、パレスチナ問題の2国家解決の実現を目指すことで合意した。2021年4月26日、東京オリンピックパラリンピック組織委員会が日本看護協会に対し、 大会期間中の医療スタッフとして看護師500人の確保を要請する文章を送ったことが報道により明らかとなった。このニュースを知ったことがきっかけで、飯村は4月29日にツイッターを開設。最初の投稿で、スポンサーファースト、政治家ファースト、アスリートファーストで市民を置き去りの五輪反対。ましてや看護師さんをボランティア名目で、 病人から奪おうなんて信じられませんとツイートした。以後、当局の方針とコロナ対策に抗議し続ける。元外交官の飯村の行動は、異例と言ってよく、5月12日には、朝日新聞に取り上げられた。ツイッターだけでは反対の声を届ける力が、物足りないと感じ始めた同年6月中旬、飯村は、社会学者の上野地図子を知る。 上野も6月20日配信の毎日新聞で戦後70年以上続く無責任体制が生んだ五輪強行と批判するなど開催への懸念を強く訴えていた面識はなかったが反対署名活動の協力を呼びかけると上野はすぐに賛同長く市民活動に関わってきた上野の助力のもと7月2日ウェブサイト change.org にいて 五輪反対を求めるオンライン署名活動を開始した。呼びかけ人は、漢字の飯村のほか、上野千鶴子、朝倉むつ子、内大月、大沢真理、落合稽子、西江草茂明、佐藤学部、沢地久江、田中優子、津田大輔、春名美紀夫、樋口慶子、深野則之ら計14人。賛同者は、高橋玄一郎、日向俊文、三浦真理。 署名数は7月10日時点で13万人に上り、先行する宇都宮県自主催の反対署名活動とともに、署名は日ごとに増加していった。7月19日、飯村、上野、春名美夫は、日本外国特派員協会で海外メディアに対し会見を開き、開幕が目前に迫った五輪の中止を訴えた。会見後、飯村らは、中止を求める。 要望書と139,576人分の署名を東京都や組織委員会に提出した2014インターナショナルメディアセミナーオンピースインザミドルイーストフォトユナイテッドネーションズジョンアレスピーありがとうございます